どうもお世話になります。今日は一日遠いところからとんでもありません。今日浜田知事が訪れたのは高知市の山あいにある鏡地域の集落活動センターです。知事は就任1年目に地域の実情を把握するため浜田が参りましたと銘打った座談会で34市町村を巡回。2021年度からは2巡目に入り、再び浜田が参りましたと名前を変えて視察を行っています。今回訪れた集落活動センター梅の木は、鏡地域にある梅の木や小山など4地区の活動拠点となっています。この4地区の住民は合わせて39世帯73人で、高齢化率は 53.4%、 人口減少と高齢化が課題となっています。集落活動センター梅の木は集いの場として2019年11月から活動を行っていましたが、今年3月に特産の山菜や梅の加工場を備えた施設をグランドオープン。地区で採れたイタドリ1トンを加工し、直販所などで販売しました。イタドリをもっと増やしたい、収入も上げたい、そんなふうに思ってます。県内のいろんな生産の各地の横の連携というんでしょうか、そういうものはいろんな連絡取ったりとか教え合ったりみたいなことっていうのはされておられるもんでしょうか。はい、昨年初めてですが、はい、ここの鏡と、はい、柳野と、はい、大野さんと、その3社で協議会を立ち上げて、地域住民の声を聞いた後、知事は現在加工しているフキの佃煮を試食しました。あったかいし美味しいですね。なんかお酒飲みたくなりますね。実際に話して食べて、知事は鏡地域の現状に触れていました。中山間地域や人口減少とかですね、これが課題は多いんですけども、やはり中山間地域でしかないような山菜だったりイタドリだったりですね、梅だったりがありますので、そういう強みを生かしてですね、地域をぜひ元気にしていっていただきたいなと思いますし、県も一生懸命応援したいと思います。はい、ちょっと背中を押していただければできる人はいっぱい地域にはおると思いますので、どの地区にもぜひそれを行政として、やっていただきたいと思います。次回の「再び浜田が参りました」は今月22日に安田町で行われます。